かやっぱ手作りってすごいなんか幸せな気持ちになるなってなんか改めて実感して、なんかこう見ててもワクワクするし、もうなんといっても香りが、チョコのね香りがもう3人でさっきもずっとって嗅いでたんですけど、なんかすごいやっぱりそのチョコの香りが大好きで、なんかチョコの香りを匂い香りってやっぱすごく好きな人多いと思うんですけど、なんかテレビとかそのパソコンとかの画面から香りがすればいいのになって、ガーナのバレンタインの撮影をするたびに実感します。そうはい、ね、本当お腹鳴りそうです。もう今お腹空きすぎて そうですね、やっぱりこうまた去年と同様で3人で揃って一緒にできたっていうのがすごい嬉しくて、私も一緒にね作れねえ、た作かられすごた、くよかった。楽しかったです。ワーキャーワイワイしながら。そうですね、本当に今年も3人でできて、なんかガトーショコラ、今回私とアイリちゃんは違うの作っ、なんかこうデザインデコレーションしたんですけど、またガトーショコラをたーちゃんが作ってるのを見て、なんか お腹鳴った なんか見て、去年はアイリちゃんのがなんか、去年のね、愛梨ちゃんのね、あったなんだっけ、ね。ガトーショコラがなんか真ん中のなんか割れたりとか割れしてて、これアイリちゃんじゃないの なんかみんなでいじってたのも、そういうこともあったねって話ができて、すごい楽しかった嬉しいよし、やっぱね。チョコ、なんかこの CM の撮影はなんか ってなんか幸せ常ににななるる。よねっていうのはすごい楽しかったです。本当にちょうど学園もののドラマをやっていて、唯一バレンタインの日に全員が揃うってなって、キャストが40人ぐらいいて、でエキストラさんもたくさんいて、スタッフさんもいて、大丈夫かなこれって思ったんですけど、本当にガトーショコブラウニーかなを6ホールぐらい作って、現場持ってて、メインキャストの方々には個人で渡したりとかして、本当に夜中も徹夜で作りました。なんかもうすぐなくなって、えっと思って、なんかまた作ってきてよって言ってくれて、あ、また6ホール作らなきゃって思いながら、はい、嬉しかったです。私も本当に現場にブラウニーを作って、でそこになんかガーナのチョコをトッピングしたりとか、私は徹夜すると次の日眠いので、朝3時半ぐらいに起きてガーって作って、そのまま出来たてを「はい」みたいな感じで、私の場合は結構切り分けてラッピングして渡すので、ちょっとすずちゃんとは違うタイプだけど、でもなんかブラウニーを作ってガーナのチョコをトッピングして、みんなすごく喜んでくれました。私もその日撮影だったんですけど、そのみんなに確かガトーショコラを作って持ってきました。味見してなかったからちょっとすごい心配だったんですけど なんか1年前もさ「味見そうしてないけどあげちゃった」とかそう言ってた、確かに やばい、でもさ、そなんかガーナフォンデュに、そのブラウニーをつけて食べてみたい。なんかダブルチョコ、ダブルチョあコっー美味てこしいね、と、絶対これ絶対素敵、美味しいよね、うん、これ目標にちょっと頑張りたいと思います私本当に最近バレエの方、踊るバレエ、クラシックバレエの方を見に行ったんですけど、初めて見て、いやもうとにかくすごい迫力とか、やっぱ生で見るとすごくて、もう女の人もすごい綺麗だし、男の人はかっこよくて、もう見入っちゃってすごいときめきました。かっこいいと思って、素敵でした。白鳥の湖を見に行ってきました。すごかった ねえ、もう一回すご見い。いたい。やー、私は本当もうさっきです。本当にみんなでチョコレートを手作りしながら、なんか今その最近はその
ありがたいことにお仕事をする時間が多くなって、なかなかこうそうなると お家にいる時間が少ないので、その手作りでお菓子を作るってこと時間がなくな、少なくなってしまって、でも今日改めてこう自分の手でチョコレートを触って、やっぱ香りを嗅ぎながらみんなで一緒に作ってるのをこう感じて、なんかすごいときめきますなって感じでした。手作りしてるもう愛理ちゃんとすずちゃんが可愛すぎて、私もやっぱ手作りをするっていうのは本当に可愛いなって思ってときめいてました。それも私は友達共演者の子の舞台とかミュージカルを見に行った時に、すごい私と一緒だった時はすごく心が綺麗な女の子の役で本当にそのまんまの子なんですけど、ミュージカル見に行った時に歌って踊ってちょっと活発な明るい女の子をやってるのを見て、すごいなんかものすごい衣装とかメイクとかも可愛く、その子自体も可愛くて可愛いって思ったんですけど、そこから出る声量の歌声が2時間3時間ぐらいやったんですけど、それをやって踊ってすっごい楽しそうなのを見て、ふわーってなんかすごい、なんだろう、なんか感動しすぎてときめきました。なんか友人のを見るとさらにそうすごい、あの子だよね、そう本当にそんな感じになって感動しましたね。また全然自分が知らないその子を見れた時にいやってなりました。小さい頃怖いものというか獅子舞とか鬼とかが本当にダメだったんですけど、ピエロとかもダメで着ぐるみもダメでなんか何も触れることができなかったんですけど、なんか最近お仕事でなんかそういう着ぐるみとかピエロとかで会う機会があって、なんかうわーってなって、なんか一緒に楽しめてる自分が気づいた時に大人になったって思ったというか、なんかすごく楽しかったので、本当になんか押し入れの一番最初に駆け込みに行くタイプだったのに一番最初に会いに行ってたので、なんか楽しいというか思いました。大人になったなって思います。私は嫌いというわけではないんですけど、なんかずっとスポーツをやってきて、そのラケットを持ったスポーツをちゃんとやったことがなかったんですね。で、陸上で短距離だったり、持ってもバスケットのボールだったりとか、でもだからこうラケットのスポーツってすごく難しそうだなって思ってて、でもこの前ドラマでバドミントンの練習をしたんですけど、なんかもうすごい難しいんです、奥が深くて。でもすごい体力もめちゃくちゃいるし、でも楽しすぎてちょっとハマりました。シュカって打てるようになりたいです。なくしそうだなって思って身につけてなかったんですけど、アクセサリーを昔からあまりしない主義だったんですけど、最近ちょっと指輪を1個自分で買ったらハマってしまって、なんか最近ここにつけるファランジリングとか、関節につけるやつとか、なんかいっぱい自分で買っちゃったり、あとでも華奢なものが好きなので、ちっちゃくてそういうものを最近ちょっと身につけるようになって、何回かなくしてるんですけど戻ってくるんですよ、なぜか。なんかないって思ってカバンの中見たらあったりとか、一回タクシーでなくしたって思ったらそれも袋の中入ってて、ちょっと運命なんじゃないかって思って勝手にそのリング、今まではその切り分けてラッピングをして渡すっていう形だったんですけど、今年はホールで作って、でそれを現場に持って行ってその場でデコレーションして切り分けて渡しますって言ってるんですけど、現場が忙しかったらできないので
あのできることをもう心に念じて、あとは隣にあのガーナフォンデュを置いて、なんかみんなが幸せな気持ちになったらいいなと思います。なんか毎年毎年味見をしないで渡してるので、今年はちゃんと味見をして美味しいって思ったものを渡します。今年もなんかホールをこうすごい切って渡してて、撮影でもしたようにデコレーションを全くせずにやっちゃったので、なんか今年は一つ一つ丁寧にデコレーションして届けられたらいいなって思います。はい、心ときめくこの季節がやってきました。今年は誰に渡そうかな。思いを込めて手作りしてみませんか。せーの、私たちと一緒に手作りバレンタイン。